やりましょうか。じゃあお願いします。あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢のように美しい景色だった。
のスタイルね。難しいなこれな。ミーハー感やばかったですね。まあね、まあ、でも今回テイクイットオール出てね、まあなんか J ソウルイージーやったっけ、なんだっけ、なんかエグザイルトライブみたいな言い方されてるけど、まあ言うて俺らとか年季あるからね。まあこの俺たちの年季の違い見せてやろうか。おい積もっていくと、まあ、大きな爆弾になってみんなの頭の上に降り注ぐんじゃないかなと思うんですよ。みんなの軽音部への愛が積もり積もって
いつか爆弾になってみんなの前に降り注ぐと思うんですよ。だからみんなも軽音部を愛して楽しいライブをできるようにみんなのライブを盛り上げていきましょう。
また先生だと思う。いやまあ伝えたいって言うほどのことじゃないんだけど、まあ昨日のライブでも言った通り、このライブは本当たくさんの人に支えられて成り立っているもので、特に今回、幹部の中西さん、千尋ちゃん、本当にオーディション選考すごい難しかったと思うんだよね。やっとそれでオーディションがね、テイクイットオールも無事に通って、テイクイットイージーも通って、無事この対バンが成立したっていうのに僕は本当に、嬉しく思ってます。今日は本当にありがとうございます。このね、ライブを通して本当に思うの、すごい俺ライブめっちゃ好きで、こう何が好きってこっからね、こう聴いてる人たちの楽しそうな顔を見るの本当に好きで、まあ、そのためだったらもう練習とかも全然惜しまなくて、もう今日この瞬間のために、あ、本当にバンドやっててよかったなって思える瞬間が今です。で、ね、こうテイクイットオールとようやく対バンが叶って、まあ、テイクイットオールとじゃないと、テイクイットオールとテイクイットイージーとで初めて作れる最高の景色っていうのがね、俺はあるんじゃないかなって思って、今日はその景色をみんなと一緒に作りたいと思っております。いやー、ありがとうございます。それでは最後の曲いきましょう。いつも俺たちがやるフルカラープログラム、最高にここでピーク作ってくれたら、
涙キラキラ西の空に光る